はい、どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日は優しい海賊1の1最終編テーマをそのまま、少し僕が弾きたいように弾いてみますという動画になってます。まあもしよければ もちろん皆さん一緒にね弾いていただければいいですが、ゆっくりとかじゃなくて普通にあの思いのままに弾いてみます。できるだけ魅力的になるように努めて弾きたいと思いますので、ぜひ、皆さんも一緒に練習してみてください。やってみます。いきますね。ラロロロロロロ1、2、3。いかがでしたでしょうか。多少のミスがありますがご容赦いただければと思います。というわけでこれでですね、優しい海賊さんの1番がコンプリートいたしましたということで、ぜひですね皆さんもまだ見てらっしゃらない方もですね、この応用練習1っていうののバリエーションすべて、細切れの3分4分ぐらいの動画で収録してますので、そちらぜひ見ていただいて、一緒にバイオリン持って練習していただけるような動画にしてるつもりですんで、ぜひ活用していただければ幸いです。ということでまた次回の動画でお会いしたいと思います。最後までありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、ぜひ他の動画も見てください。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。